ジオ from C-Wave Playball。 私は野球ラジオ from C-Wave のチーフアンパイア、元主催の竹村雄二です。さて、出演のメンバーを紹介したいと思います。女子硬式野球クラブチーム侍で頑張ってます、村山智美さんです。はい、村山です。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。そして、分かりやすい野球のルールでおなじみ、審判として活躍中、青村聡さんです。青村です。こんばんは、よろしくお願いします。青村さん、はい、今年も2016年度版の分かりやすい野球のルールを、はい、出される予定でございましょうか。出される予定というか、出ます。あの4月1日頃に、今年の版が出ます。で、ただですね、原稿を今直している作業の真っ最中なんですけど、今日明日あたりが山場です。あの大変な状況なんですけど、あのなんとか今年も分かりやすい形でですね、皆様にお届けできるように頑張って作業しておりますので、また発売の日取りについては告知していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして、村山さん、はい、村山さん福島へ行かれたそうですね。そうですね、昨日おとといと福島の方に行って、まあ向こうの、福島ビーナスさんというチームと一緒に、はい、練習試合と合同練習をさせていただきました。寒くなかったですか？そうですね、あまり思ったより寒くなかったんですけど、やっぱり向こうの選手に比べたら、やっぱりサブヤル選手の1枚、まあ、2枚ぐらい厚着してて、結構なんか普通にアンダーシャツを着て、はい、まあ、ユニフォームを着て、はい、上に1枚羽織ってぐらい練習したんですけど、はい、向こうの選手さんもアンダーシャツに半袖で普通にだけで練習していて、寒くないって聞いたら、もう普通ですよみたいな感じで返されたんでそれは本当に福島は普通なのかとか分かんないですけど、はい、でも天気には恵まれたんですよね。そうですね、2日間とも天気は結構晴れてて、景色も良かったです。良かったですね、それは。で、練習試合をしたわけですけど、はい、この時期に練習試合をするって何かいろいろポイントとかはあるんですか？そうですね、まあ、まだあまり、まあ、練習試合もこれからっていう時期なので、まあ、本当に単純に取る、投げる、走るとかを、まあ、あまりこう、戦術どうこうっていうよりも、普通に野球の、まあ、技術として、まあ、できることをしっかりやろうというので、まあ、走ることは一塁にしっかり、踏むまでしっかり全力で走ろうっていうこととか、まあ本当にポジションで隣の人と、今このバッターこっち来そうだねとか、こういう打球が来たらこうしようっていう声かけ、コミュニケーションをしっかり取ろうっていうことを、まあ、やっていたので、まあ本当にしたいことはちゃんとできたかなっていうのがありますね。まあでもこのね、やっぱり2月3月の時期にグラウンドがちゃんと使えて、はい、練習ができたりとか練習試合ができたりとか、やっぱり貴重ですよね。本当そうです ね、本当にこの土日、もともとこっちで埼玉の方でグラウンドが取れない中 の声を福島へ取れてるということだったので、こちらもありがたく行かせていただきました。良かったですね。やっぱり週末しか、ね、はい、活動できない中で、はい、その週が雨とかでうまくいかないと、はい、やっぱり結構困るじゃないですか。そうです ね、今年はちょっとね、天候に恵まれて、はい、いいスタートが切れた感じですね。結構毎週ちゃんと練習もできているので、はい、いいですね。で、いい機会にじゃあ福島に行けて良かったですね。はい、ね。で、それでは野球ラジオ的野球ニュースいきたいと思います、はい、これ今度も同じ福島からの話題でございます。え、そうなんですか？そうなんです、ちょっとわざとらしいですね、はい、では野球ラジオ的野球ニュース、先ほど村山さんが福島へ行った話題を取り上げましたが、同じ福島から今回は11月にご出演いただいた、はい、ウォーカーさんの話題を取り上げたいと思います、はい、日本では読売ジャイアンツ、東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍したジョン・ウォーカーさんと福島ホープスが契約を結び、2016年シーズン福島ホープスでジョン・ウォーカーさんがプレーすることが決まりました、はい、ジョン・ウォーカーさん、去年はピッツバーグ・パイレーツの傘下の 3A、 それからサンフランシスコ・ジャイアンツの 3A のチームでプレーして、98試合に出場して打率2割3分7厘、ホームラン9本、打点32という成績でした。で、福島ホープスの公式サイトでは、日本に戻り、日本福島ホープスでプレーすることをとても楽しみにしています。今シーズン、ホープスファンのため全力でプレーしますというジョン・ウォーカーさんのコメントが掲載されています。で、今季の活躍に本当に期待したいと思ってまして、そうですね、はい、はい、あの時期も多分日本に来ていろいろ動いてたんだと思うんですけど、はい、そうですね、なんかそんなお話でしたね、はい、
でずっと日本にいてジョン・ボーカーさん動いてたっていうのは多分日本でやりたいからこそ来てたんだと思うんですよ。そうですね、上松さんとか他の人たちを頼って、はい、まあ、いろいろつてを頼ってというわけじゃないですけど、はい、それで日本でプレーして、でそのやっと、まあ、NPB ではないですけど、はい、福島ホープスというところで舞台を用意してくれたのはすごくいい話だなと思う。そうですね、やっぱり日本で、ね、やりたい希望があるというお話だったので、その、まあ、いきなり NPB ではなかったわけですけど、まあ、日本の独立リーグから NPB というルートは、ね、今や確立されている感がありますので、ぜひ、ね、ここで活躍して今シーズン中に NPB への移籍ということがあると面白いですね。はい、で去年あの 3A の成績、はい、ちょっとサイトで確認してみたんですけど、はい、最初はピッツバーグの傘下のチームピッツバーグパイレーツの傘下でインディアナポリスというところにいたんですけど、はい、その後にサンフランシスコジャイアンツの傘下でサクラメントっていうところに、はい、カリフォルニアの北部にある大きな町なんですけど、はい、そこでプレーしたんですね。でサクラメントでの成績っていうのをちょっと調べてみたら、はい、43試合で打率2割6分3厘と結構打ってるんですね。でホームランはちょっとそこでは3本なんですけど、はいはい、でもまあ2割6分3人打率上げてきてるってことは、もしかしたら例えば福島ホープスでも成績をかなり確率で残せる、はい、でもしもそのままアメリカにいたらアメリカでもまたなんかメジャーに呼ばれるチャンスがあったかもしれない、あえて日本を選んだっていうのが僕はちょっとすごくウォーカーさんが日本が好きでプレーしたいって意思を感じるなっていうところだと思うんです。そうですね、実際に、まあ、去年の11月に、ねそのはい、まあ、日本で、チャリティーマッチに出場するために来てくれて、まあ、たまたまそこで審判をしたので非常に間近に見たわけなんですけど、やっぱりスイングのスピードとかそこから、まあ、実際にツーベースヒット打ちましたけど打球の速さとかやっぱり別格の、ね、ちょっとスピードがあったので、はい、まあ、打棒で、ね、また日本でもう一度、ね、活躍する姿を見てみたいですね。日本シリーズでジャイアンツの時に、はい、ものすごい活躍したっていうのは、うん、やっぱチャンスに強いですよね。実際チャリティーマッチでも打点を上げた時っていうのは、はい、かなり重要な場面で打点を上げてきますよね。先生で、はい、あとやっぱ体をねその、まあ、ストイックに鍛えてるっていう話を、まあ、上松さんから聞いたじゃないですか、はい、でやっぱりその非常にでもここに座ってね1時間の間一緒に過ごしたあの時間だけでも非常に真面目な、ね、印象が伝わってきて、そういう、まあ、人柄もねいい人なので、まあ、返す返すもあの日僕はサインを、ね、もらうの忘れたんですけどあの日、ね、一緒に写真を撮ってもらったんですけどサインを、ね、もうなんでもらわなかったんだろうと思って非常に悔しいので、またちょっと福島、ね、まあ、ホープス、まあ、福島まで行くのは大変ですけどちょっと埼玉か群馬あたりに観戦しに行ってちょっとサインもらいに行こうかなと今ちょっと思ってるんですけど、福島ホープスキャンプが茨城の神栖でやるそうですね、はいはい、あそうなんですか。で住金調べたんですけど、はい、住金鹿島で今住金鹿島で合ってるのかな、新日鉄新日鉄の新日鉄住友に変わって、はいはい、でそのグラウンドで何試合か、はい、オープン戦みたいなのをやるみたいな。あそうですか、はいはい、まあ、福島ホープスといえば3月に千葉熱血メイキングとかで、そうですよね、試合しますね、はい、ちょっと昨日私千葉熱血メイキングさんのオープン戦の審判をさせてもらいに行ってきたんですけど、はい、河野監督が、はい、来月は岩村のとこ行ってきますよっておっしゃってましたんでまあね、ボーカーさんがその時に合流してるかどうかちょっとわからないですけど、そういうねちょっと、まあ、ここに来た人がそうやって身近にいろいろと活躍するね姿を見られるというのは、うん、非常にねやっぱり、まあ、僕たちにとっても興味深いことだし、それがまたね日本の野球の活性化につながっていくと面白いと思うので、はい、いろいろ今シーズンは楽しい感じですね。そうですね、はい、ぜひ BC リーグの福島の試合注目しなくちゃって、はい、そうですね、はい、感じですよね。また福島に取材に行くんでしょ。可能性はあるかもしれない取材許可書でも書きましょう。フラーってこの人が現れたら福島ホープスの皆さんぜひ受け入れてあげてください。マイナーリーグの取材に行って記者席まで入り込んでる男なのでそんなに怪しい人ではありませんからよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、実際このサンフランシスコジャイアンツの傘下のサクラメントの記事僕一度行ったことがあって、はい、でその時にも町のなちょっと外れにあるんですけど、はい、すごくいい感じの球場で、はいはい、野球を見るには最高の、うんうん、でなおかつ気温も7月でも、はい、7月6月6月か7月ぐらい行ったかな、はい、暑くないんですよ。へえ、蒸し風呂みたいな感じの球場もあるじゃないですか、はい、夏のナイターでも、はい、そんなのはないんですよ、はい、涼しい風が入ってきてて、
いいところですね。いい、ちょうどいい感じでしたね、はい、さあ独立リーグのネタがさらに野球ラジオ的野球ニュースの後も続きまして、はい、なんかうまいこと転がしていきますね、はい、非常に滑らかな展開ですね、はい、で今日は、はい、天村さん、はい、手前に本を用意してくださいましたよ ね、はい、こちらを、はい、お持ちいたしました。牛を飼う球団、はい、先日あの小学館から出版されたんですけど、はい、こちらの牛を飼う球団の木瀬正則さん、はい、作者の方でございます、はい、その方とスカイプでインタビューを実施する予定でございます、はい、さあ木瀬さんこんにちは、こんばんは、つながるかな、すいません、ここまでコメント スムーズに来たんですが小学館の、はい、お木瀬さんこんばんは、こんばんは、竹村です、よろしくお願いします、よろしくお願いします。本日はあの野球ラジオフロム CM に出ていただきましてありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。僕ら3人とも牛を飼う球団を読ませていただきました、ありがとうございます。3冊売れたわけですね。そうです、そうです牛を飼う球団、以前ですね私高知に行ったことがあるんですけど、ああはいはいはい、で高知でその牛の牛肉のカレー、牛すじカレー、ああはい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 、お土産で買ってきて村山さんにプレゼントしました、はい、食べました美味しかったです。あれ高級肉を使ってるらしいですよ、あと美味しかったです、結構お肉も入ってて、そう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 、結構いい肉なんだってあれ、そうなんですね、全然そんなの知らなかった、知らずにだからまあしかし野球の球団が農業をやったり牛を飼ったりね、面白いわけですけど、うん、木瀬さんが木瀬さんこちら今出ていただいている方なんですが、産経新聞の記者をされておりまして、それでスポーツ担当の記者、オリックスですとかソフトバンクですとかの担当をされていました。でその一方で独立リーグをライフワークのように追っかけている記者の方でございます。でずっともう独立リーグのことを追っかけてまして、四国アイランドリーグですとか BC リーグですとか BFL とかずっと取材をされています。でその過程で例えばいくつかの私たちの共通の友人の方、三好さんですとか池永さんとかの取材とかもされて記事にされています。牛を飼う、はい、そうですよね。で牛を飼う球団、はい、これを取材するきっかけというのはやはり独立リーグが取材するきっかけになったか一つだと思うんですが、独立リーグを、はい、取材するきっかけっていうのは何だったんでしょうか。2004年ぐらいまで遡るんですけど、はい、球界再編の時ね、オリックスとか近鉄が一緒になった時、はい、あの時実は球団経営の実態っていうのが恥ずかしながらわからなかったんですよね。当時は野球のプロ野球のどこかの担当記者みたいな形で、その時ちょうどオリックスの担当やったんですけど、はい、ニュースを抜かれるのは全部日本経済新聞やったんで、ああなるほど、はい、要はその球団経営って言ってもそのプロ野球記者が取材してる範疇のところに実態は全くないわけでね、経済の理屈でやっぱり動いてるんですよね。ああなるほどね、はいはい、でやっぱり長いこと野球を担当しててもその実態を知らないっていうのがすごく恥ずかしくて、ちょっと悔しい思いもあったので、ああなるほど、はい、そのまあ小さなモデルといえばモデルやったんで、独立リーグがちょうどその四国アイランドリーグが始まって BC リーグが始まって関西でも始まってっていうような形でこう動き出してた時だったんで、まあ、これを一つ研究してみようっていう気持ちが湧き起こってきて、いまだに産経新聞には独立リーグ担当っていう名前はないんですけど、勝手にやってました。あ、そうなんですか、はい、ちょうど球界再編の前後ぐらいにアイランドリーグができるって大きくドンと確かデイリースポーツかなんかに出て、いまだに覚えてますね、アイランドリーグの記事で。それを読んでた時にお、日本でもこういうのができるんだってびっくりした記憶があります。まあそうですね、だからでも実際プロ野球の担当をしてた僕らは聞くと、その
NPB と全く関係ないと、はい、でその給料も10万円とか低いとかっていう話で、あの悪い言い方すると、野球の、そのまあ言うたらちょっと言葉が悪いけど、中途半端な子らがね、その野球を続けて、ニートを生んでしまうんちゃうかって言って、そういうあの陰口みたいなのをよく言ってましたけどね、やっぱり実態がわからないときはね。なるほどね。その最初の、まあ、その実態のわからなかった頃から取材をされていて、はい、で、まあ、現在、まあ、アイランドリーグもまあ10年を超えたわけですけど、どうですか、実際に今現在のその印象は実態のわからなかったものから、今、木瀬さんの持ってらっしゃる独立リーグっていうのは、どういう印象の集団ですか。いや、 やっぱりね、はい、実力的にはやっぱり申し訳ないけど、やっぱり中途半端ですよね。うん、そうですね。それは私もちょっと関係者だったので、NPB のスカウト網っていうのはすごいですから、はい、その情報漏れっていうのはほとんどないんで、はい、そのなんでこんな選手が来たんだっていうようなレベルの選手っていうのはほとんどいないんですよね、やっぱりね。うん、そうですね、はい、はい、だからそのプレーで、そのプロっていうのは大体プレーでお見せしてお金を取る仕事なんでね、はい、その NPB の一軍の選手なんかやっぱりそのプレーで見せて入場料を取ってるわけじゃないですか、はい、でいくら、まあ言ったら1000円でも、はい、それを取る価値があるのか、その見せてプレーを見せて魅了することができるのかって言ったら、はい、プロというカテゴリーから考えたらやっぱり独立リーグって微妙ですよね、はいはい、厳密に言えば、はい、だからそこでお客さんに共感してもらうには、来てもらうにはどうしたらいいかっていうところを考えたら、はい、やっぱりそのある程度違う方向性を出さなきゃいけないというのはありますよね、はい、それがこう一つの形が牛を飼う球団だったわけですね。そうすると、そうですね、だからその、はい、これも牛を飼うっていうふうにすれば、はい、聞けば、はい、非常に極端な話になってきますよね。はい、そうですね、その分からない人からするとね、はい、でもこれその地方の実態からすれば、はい、こうやってまあ、この牛を飼うときだって周りにすごく反対されてるんですよね、はい、そうですね、そんなもう無理やでって言われて、こうね、だけど著書拝見するとかなり強く反対されたって書いてありますよね。そうなんですよ、もう大変なんですよね、はい、その例えばその一頭が病気になったら周りの牛全部処分しなきゃいけないんでね、うん、そのたった一頭だけのことじゃないんでね、はい、でこう調べてみると、その飼ってた、牛を飼ってたそのお乳町っていう舞台はあるんですけど、はい、その辺の近所のおじいちゃんやおばあちゃんたちっていうのは昔普通に牛飼ってたんですよね。ああ、はいはいはい。で、そういう人たちが教えに来るわけですよ、やっぱり。世話焼きのおじいちゃんやおばあちゃんが、はいはい、いや、これではあかんよ、こうやって餌やるんやとかね。はいはいはい、こう、そういうふうにこう、輪が広がっていくうちに、はい、その君ら野球やってんのかって言って、はい、練習見に行ったり球場に行ったりっていう輪がこう広がっていくんですよね、はいはい、うん、だから実力ではしんどいかもしれないけども、はい、一緒にこう共に汗を流して頑張ってるんだっていう共感の輪がこう広がっていくと、はい、それがまあ言うたら地域密着かなっていうふうには、はい、その取材した時には思いましたね、うん、でその形を独立リーグっていうのは作っていかなあかんねんなっていうふうには、はい、見たのでね、はい、でまあ、それでその地域密着というぼんやりした言葉をその表現していくにはこういうことなんだなっていうのを、まあ、作品として表したのが今回の本なんですけどね、はい、僕としては、うん、なるほど、はい、いや、とてもよくわかります。私四国アイランドリーグの審判を1シーズンだけですけど務めたことがあってですね、で2008年のシーズンなので木瀬さんがこの取り上げられていらっしゃるよりは、まあ、少し一番最初のところに重なりますけど、ちょっとその後のことを、まあ、この本に書かれているので非常に興味深く拝見したんですけど、私が行ってた頃っていうのはこの本に今先ほどお話があったような牛を飼ってる時に周りの人が助けてくれるみたいなそういう連帯はなかったんですよ、正直なこと言うと。感想としては、まあやっぱりなんかやってるんだなっていうぐらいで、でまあその成績もね優勝したこともありましたけど、やっぱり高校野球の方がよほど人気があるような状態だったんですけど、でもこうやってねその
あのお家に移ってそのホームタウンみたいな形を作って、で地域の方に助けてもらいながらやってる姿っていうのをこの本で読むと、だからあの高知のあの風景が思い浮かぶと同時にすごく今いい形になってるんじゃないかなっていう、そんな印象をすごく受けました。そうなんですね。だからその難しいんですよね、やっぱ地域密着の球団経営が理想だってこう皆さんおっしゃいますけど、はい、じゃあそれあのどんなことするんだって言われたら答えられないでしょう。そうですよね、はい、曖昧なんですよね、はい、でその最初独立リーグがスタートした時も、はい、NPB やメジャーを目指して頑張ってるんです、はい、彼らは頑張ってる姿を応援してあげてくださいみたいなこう言い方をしてたじゃないですか、はいはい、それってでもね、まあこんな極端な言い方したら、例えばその知らない子たちが高知に来て野球をやってるっていうふうに見ても、はい、周りの人たちしてみたらあんま関係ないですよね。そうですね、はい、でそのどうやっていかにその地域の人たちが彼らに思い入れを持って共感を持ってその存在を認めて一緒にこう汗を流したり共に楽しんだりすることができるかっていう方策っていうのが、はい、具体的なものってよくよく考えたらね、あんまないんですよね。そうですね。それはやっぱり地域によって作っていかなきゃいけないんですよね、はい、そうですね、まさにそうですね。地域によってというのはすごく大事ですよね。そうなんですよね。だからこれ もう本当にその僕もその本の中でも触れてるんですけど、はい、高知で牛買ったから、はい、牛買って周りの人たちが協力してくれてお客さんが増えたから、はい、じゃあうちでも牛買おうかって言ったら、それが成功するかどうかっていったら全く別問題なんですね。まあ、そうでしょうね、まあ、あのまず失敗するリスクが高いでしょうね、やっぱり、ね、そうなんです、そうなんです、はい、ただその地域に応じてその人 その性格とか気質とかに応じてね、はい、その共感の輪を広げていくための方策っていうか、はい、行って見てそういうあのなんか具体的なものっていうのは必ずあるんですよね、はい、それをどうやって見つけ出すかっていうことなんですね。そうですね、はい、やっぱりあの今それはね、はいはい、これ一番高知の人でよ、高知で良かったのはやっぱり高知の出身の人たちがやったってことです。うん、そうでしょうね、はい、やっぱりその人間もね、はい、痛いとか痒いとかっていうのはやっぱり自分でないとわからないじゃないですか、はい、ここが痒いねんって言ってもこうちょっとずれたりするじゃないですか、はい、やっぱ高知の人たちのことはやっぱ高知の人たちでないとわからない部分っていうのはあるんですよね。うん、そうでしょうね、はい、だからそこから出てきたものでないと、はい、ギュッと心つかめないっていうのはあると思うんですよ。だからよそから来たらダメだって言ってんじゃないですか、はいはい、でもやっぱその地域の人たちの特性だとか地域 その特色なんかをこうきちんとね、はい、こう把握しないと踏まえないとそれにはやっぱ入り込んでいかなきゃいけないですね。うん、そうですよね。うん、だからあの地域密着っていう言葉はその簡単にこうみんな唱えるけどその中身は本当に深いですよ。難しいです、うんうんうん、そうですね。あの一つあの牛を飼う球団を読んだ方の感想のブログをちょっと紹介したいと思います。はい、ですね、高知というホームの実情、中でも 人口減というキーワードを考えてみましょう。人口は都市部よりも郡部で先に減っていきますし、そうなれば農業生産の維持が難しくなる上、耕作放棄地も増える。その中で痩せ細っていく人の流れを取り戻すにはまず観光、つまり短期では地域へのコミットが少ない、したがってハードルが低いところから始めるという手があるとすれば、選手を郡部に住まわせて生産年齢人口を増やし、球団に関わる人の動きを作ること、後継者不足で農業生産の維持が難しかったり、耕作放棄地が増加しているので農業生産に取り組むことも、さらには観光業の進出も実は理にかなっていることが理解できます。牛を飼うのは希薄感が残りますが、 PR 効果に加え肉を売って投資以上の回収金額を回収しているのだから大したものだと。ただこれらの策も思いついたからやるというレベルの取り組みでは単にパフォーマンスとしか思われないでしょう。この本ではスタッフ選手が牛の飼育や農業に真剣に取り組むことで、初めは懐疑的だった地域の人々の理解を得る過程が記載されていますというふうに記載されてて、その道のプロの方を招聘していることもあの本に書かれてますよね。まあそうですね。で、人口減っていう
まあ、どこ群馬の方、例えばこれ取り上げてる越智町なん、越智町なんかそうですけど、群馬の方の町の方ではそういうところをうまくキーワードを高知の球団の人が発見して、そこをキーワードにしてどん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 高知の球団が邁進してきたって、僕もそれを本を読んでて感じてたんですけど、まあ、これだって気づかないですよね、その越智町に、うん、そういうまあその設備があるけども人が少ないとか、そういう特色って分かんないですよね、お父親なんて、うん、はい、まあ、外部の人たちも初めて知ってましたからね。そうですね、はいはい、これもやっぱりコーチの人でないと感じえないものだったりするんですよね、うん、そうでしょうね、うん、球団の、まあ、方々がコーチという実特色を知ってたからこそ、今回の、まあ、例えば牛を飼うですとか、そういうことが成功した鍵になってんのかなという、僕は。そうですね、だからその押し付け感がないんですよね、うん、そうですよね、どこかそのやってあげてるとかっていうところがあるじゃないですか、その地域密着とかやるときに、その、はい、まあこう言ったらあれですけど、こう、はい、施設に慰問に行ったりだとか、ゴミ拾いだとかっていうのがまあ単純に浮かびますけど、なんかその押し付け感というか、そのやってあげてるというか、自己満足的な部分が多少あったりするじゃないですか。はい、はいはい、これ高知の場合はこれ、その農業にしたって別にやってくれって言われて行ったんじゃなくて、はい、自分たちでやりだしてるんですよね、うん、例えば農業のこと、そうですね、でその例えば呼んでる佐野、呼んできた、大阪から呼んできた佐野さんという人なんかは、はい、一人で作業やってたんですよ最初。それを見ながら周りの近所の人たちがやってきて、球団がこんなことやりだしたんだって言って応援しだしたっていう形なんですね、はいはいはい、そのやってくれやってくれさあ行ったっていう感じじゃなくて、本当に自分たちで飛び込んでいった感じなんですよね。うん、やっぱりその人物本位というか、そのやっぱり人がそれを、まあ、その挑戦をして周りの人が支えるっていう形が自然に出来上がっていったんだろうなっていうのが、そういう一つ一つのエピソードからすごくよくわかりますね。そうなんですよね。だからそのよくこういうことをやるときに、はい、行政が金出せやとかね、はい、民間が先やれやとか、はいろいろこう順序のことを言ったりするじゃないですか、はいはい、でこれは関係なしで、はい、とりあえず誰かが第一歩を踏み出したときに周りでいかにその支えてあげるかということなんですよね、はい、だからコーチなんかこれ行政の動きは結構後なんですよね。そうですね、はい、でも別にそのコーチの人たちはそのことに怒ってるわけでもないんですよね、はい、わーっと盛り上がってきたところで行政の人たちが我々だってバックアップしますよっていう形でもう来とるんですね。でこれが県とかによっては行政の人が先やったらいいケースだってあるんです、はい、で主導がどっちでもいいんだけども、うんうんうん、その周りでこの盛り上げるその機運をね、はい、その知らんぷりしないでぐっと一緒にこう盛り上げてくれたら、はい、コーチみたいな形はね、はい、まあ、そのできるとは思うんですけどね。うん、そうですね。北コミオーナーがパンを売ってる写真が一番最初に載ってるじゃないですか。はい、ああ、そうですね。ね、はい、私2008年、さっきお話した2008年からの1シーズン行ったので、ちょうどそのまあオーナーがこの故郷へ戻ってきてね、そのまあ手探りで多分されてた最初の時なんですよ。で、はい、その審判室にそのお昼のパンが届かなかったんで、私取りに行ったんですね、球団の誰か、はい、誰かと思ってたらパンを持ってるおじさんがいたんで、あ、なんかスタッフの人だろうと思って、審判のパンがないんでそれ持ってきてくださいって言ったら、それ北込みオーナーだったんです。後で知ったんですけどで あそこはまだ普通にオーナーや社長がビール売ったりしてますね。そうなんですよね。はい、なもんでですね、そのまあそれは後で別の審判からですね、あれオーナーやぞって言われてちょっとこう怒られたんですけど、でもそのくらいね、やっぱりその飛び込んで、もうあの頃は本当に手探りだったんだと思うんですけど、ああやってオーナーも社長もみんなでね、そういう活動をしていて、であれがその結局実を結んでいったんだなって思うと、まあ1年だけですけど関わったものとしてはとても感慨深いし、さっきの行政のお話で言われると、あのあと結局ナイター照明が高知球場つくわけですけど、そうなんですね、はい、そういうやっぱりドックス その認知度が高まってきて、受け入れられてる感じが高まってきたからこそ、その後から行政の動きっていうのも成功したんだと思うんですね、この場合は。そうなんですよね。だからそれを、はい、だから行政が後から来たとかって言って批判する人がよくいるんですよね、はい、動きが遅いだとかね、はい、そんな順序は
別に関係ないと思うんですよ。そうですね、はい、うん、その順序関係なしに最初に踏み出した人たちをうまくこう支援してあげるような、はい、その空気をね、はい、周りも作ってあげるっていうのが大事だと思うんですね、うん、そうすると行政だって乗りやすいんですよね。そうですよね、地域が盛り上がってるっていうことでね、はい、やっぱりその一つのね、どっちが先お話しされてるのに後先ではなくて、高知の場合はこの成功例ですけど、今アイランドリーグだけで4球団 BC リーグは8球団、まあ、BFL は3球団、ね、それ以外にもいろんな動きがあって、今や独立リーグっていうのはそんなに珍しいものではないわけですけど、そうですね、その、ね、あちこちでそれぞれの成功、まあ、うまくいってるところも、まあ、残念ながらいってないところも、まあ、あると思うんですが、その一つの、ね、成功のケースをこうやってまとめられて、まあ、でもこれをやっていけば、ね、じゃあ今後も安泰だというわけではないと思うので、高知球団もまた、ね、新しい形を模索していくんだと思うんですけど、木瀬さんがその思われるその今後 の、まあまあ10年、まあ、約10年ぐらいですね、独立リーグが日本に根付くかどうか、最初の10年が過ぎたと思うんですけど、この先の10年っていうのはどういうふうに、まあ、難しい質問でだと思うんですが、どういうふうに展開していくと思われますか？いや、もうマーケットはね、はい、世界です。なるほど、はいはい、ヨーロッパ、はい、アフリカ、はい、アジア、まあ、こういうところでそのやっぱりメジャーの力ですけど、はい、野球がやっぱり始まってますよね、いろんな形でね、はいはいはい、でその主力選手というのはね、はい、ヨーロッパとかアフリカでもやっぱり実力のある選手はメジャーやマイナーの方に行くんですよね、はい、でところがちょっとこぼれたその次のランクぐらいの選手たちが、はい、やっぱりその国内では力抜けてるけど、はい、じゃあ日本の2軍に来たらどうか、うん、マイナー行ったらどうかっていったらちょっとしんどい選手がいると、はい、でも彼らもその力試しをしたい、力をつけて主力、その国を支える主力になりたいという時に、はい、彼らが今目をつけてるのは独立リーグなんですね、日本の、うん、でその日本に行くチャンスも当然出てくる、そこからそのアジア、韓国、台湾って行くチャンスも出てくる、はい、マイナーに行くチャンスももちろんあると、うんうん、そのマーケットを広げることによって、はい、そのヨーロッパやアフリカの選手をまず受け入れる、そのワンクッション入れるところに独立リーグってうってつけやと思うんですね、はい、なるほど、はい、でそうするとその野球人口の拡大っていう面にもなりますし、はい、これ地域の簡単に言うとインバウンドですよね、うん、その国際交流が深まることで、はい、その観光客っていうのは確かに増えるんです、はい、台湾の選手が来た時に台湾の報道陣がたくさん来てるんですよね、やっぱり、はいはいはい、だからそういうこともそういうことを捉えてみると、これからそのヨーロッパでもリーグが始まりますし、プロの、はい、そうですね、ヨーロッパの選手たちとつながっていくっていうのはこれから大きいと思うんですよね、はい、ヨーロッパの力は侮れないんで、ね、うん、多分次の WBC ぐらいではスコンと負けますからね、日本もね、うん、その可能性はありますよね、本当にね、可能性があるんでね、はい、それぐらい選手が拡大しつつあるんでね、はい、その一端を、まあ、いわゆる日本で受け入れて、その実力をチェックするっていう意味も大きいと思うんですよ、はい、こういう選手がヨーロッパにはいるんだ、アフリカにはいるんだっていうことをきちんとね、把握するっていうのも大事だし、その NPB の動きが完全に遅れてるんで、はい、その、まあ言うたら、ちょっと出島っぽいところはありますけど、その国際交流を広げていく場としてね、独立リーグを活用すべきだと思うし、はい、その土壌は独立リーグには十分あると思う。なるほど、次は、はい、次の波は国際化だと思いますね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。この牛を飼う球団、今一冊目が出ましたけど、次の独立リーグの追っかけ国際化ということですが、木瀬さん的にそれ以外に何か独立リーグを追っかけるテーマ何かありますか、持ってますか、最後にお伺いします。今やっぱりその書いてみたいのは国際化ですね。なるほど、なるほど、はい、その世界に出向いてる人たちね、はいはい、よくこのラジオに出てらっしゃる人たち、そうですね、何人か思い浮かびますね、そうですね、じゃあそうですよ、やっぱ彼らの、彼らの働きって大きいですよ。ああ、いや、おそらくね、やっぱそうですよね、はい、はいはい、全然目立ってないですけどね、はい、そうですね、着目されてないですけど、はい、もっとその野球界のために彼らは、その持ってる知識とか経験っていうのは活かせると思うんですよね、はい、そうですね、うん、だからこれを
これがなんかこう活かせないその環境っていうのをなんとかしたいなっていうのは僕はあるんですけど。そうですね、本当にね、あの人たちのようなね、本当人材が出てくるべきだと思うし、またそういう人たちを紹介する次の作品を楽しみにしておりますので、はい、本当に今日は一日ありがとうございます。はい、そういうオファーがあればね、はい、いや絶対あると思います。ありますよ絶対に。楽しみにしてますんで、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。岸田さん、ありがとうございます。おー、はい、いやー本当にいい話がね、素晴らしい話と、まあ、かなり深い、ね、内容の話だったと思うんですけど、本当これ次の10年っていうのがその国際化っていうのは、うん、本当にその通りだと思うし、まあ、ここに、ね、来てくださってるような人たちのこと岸田さんもよくご存知なわけですけどそういう、ね、時代がやってくるんじゃないかなと思いますね。はい、国際化、先ほどここに来てくれる人たちで思い出したんですけど、はいはい、先日ですね、今度の野球ラジオで持ってこようと思うんですけど、はい、あるアメリカの野球雑誌にですね、はい、三好さんや安田さんが言ってた、はい、ソノマの球団の特集記事がちょっと出ておりまして、はいはいはい、あ、そうなんですか、はい、ソノマストンパーズ、はいはい、でそれに関する本が5月にアメリカで出版されるそうなんです、はい、あ、そうなんですか、はい、まあ、ちょっとその話は追ってということで、はい、そうですね、はい、わかりました。今日は CM は？ CM はそろそろ入りますので、それでは CM スタート。野球ラジオをご覧になっていかがですか？アムラさんなんかの解説なんかとっても良かったですね。どんなとこが良かったですか？自分としてはやっぱりですね、審判やってて、はい、インドフライ上がった時に、はい、やっぱりちょっと、自分としてなかなかインフィールドフライ上げられないんで、はい、まあ、そこら辺ちょっと油さんに聞いたこともあるんですが、はい、なるほど。じゃあそういう細かい解説とかも入ってますもんね、うちの番組は。はい、で、まあ、身近にちょっと油さんと接することができるので、うん、とても面白いありがとうございます。はい、 CM が終わりましたところで、はい、教えて古市先生のコーナーに移りたいと思います。はい、村山さん、今回はどんなテーマを取り上げられてるんですか？はい、見てない。走塁の話の、はい、走塁の話、はい、そうです、はい、それでは間違いないです。はい、収録したとか去年だったので忘れてたんです。まあ、とりあえず見てみましょう。そうですね、はい、かなりいろんな声が混ざっておりますが、はいはい、ぜひご覧ください。はい、じゃあお願いします。教えて古市先生のコーナーでございます。今日2人で、教えて古市先生のコーナーを始めていきたいと思います。今日は走り方の意識の持ち方というところで、ご説明させていただきたいと思いますが、僕の中で走る時の意識として、まずここの腸腰筋ですね、腸腰筋で足をしっかりと引き上げる、で、あとはふくらはぎ、後ろのふくらはぎでしっかり蹴って引き上げるっていうのが僕の理想の走り方だと考えておりますので、まずそこを、説明していくのに村山さんにまず1本走ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずは村山さんに1本走ってもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、まずさっき村山さんに走ってもらった、走り方、僕が指摘したいところは、2つほど、まず体ちょっと正対しているので前傾姿勢になって、走ってもらいたいというところと、あとはももの引き上げですね。膝がこうやって前の方に進むんではなくて、膝が斜め上に引き上げるように、この腸腰筋を使って、引き上げて走っていく。この2つを改善するだけで、よりストライドが広がるので、じゃあこの単純に塁間を走るにしても、若干少ない歩数で、進めるようになると思います。なので、もう1本走ってもらいたいと思います。この点を意識して、村山さんに走ってもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ実際に僕も走ってみたいと思います。まずここの腸腰筋でふくらはぎを意識して、歩数をなるべく少ないイメージで走りたいと思います。こんな感じです。はい、実際走ってみていかがだったでしょうか？そ
そうですね、最初の数歩の進み具合が違うなって感じたのと、でもやっぱりまだ足を引き上げるというのが難しいので、まだまだこれから練習が必要かなと思います。さっき村山さんにはご説明したんですが、まあ、ここの腸腰筋を意識するのってすごく多分難しいと思うので、シンプルに考えると足をこうやって90度に上げるイメージよりも体の近くに引き上げる、このイメージの違いで使い方がだいぶ変わってくると思いますの でそれに補足して後ろで最後しっかり蹴り込む、で前に跳ねるように走れると、だいぶスピードアップするんじゃないかと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。以上、古市先生のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、村山さん、はい、いかがでしたでしょうか。はい、結構今でも今の話の腸腰筋で引き上げるっていうのを意識するんですけど、やっぱりなんかまだなかなかこう実際に走るとなると難しくて、結構なんですかね、で結構いろんな選手にもこうさっき最後に古市さんも言われてた、こう足を90度に上げるっていう意識より、こう膝をこう自分の方に引きつけるっていうイメージで走るんだってって自分が知ってるかのように他の選手に伝えてるんですけど、結構でもまだまだやっぱり走ることに関しては、まあ、チームとしても今取り組んでるところなので、いろいろ走り方だったり、まあ、前にもあったベースの回り方であったりとかをまだまだいろいろ知りたいなとも思いますし、自分の中でその古市先生の教えをちゃんとこうできるように一つ一つレベルアップしていきたいと思いますので、はい、頑張ってください。これからもまだまだですね。はいはいはい、ね、いやでもやっぱり意識できてるときはやっぱ変わりますか、走り方が。そうですね、気持ちいい、うん、こうスッって動いてるイメージですね。はい、でもやっぱそのスッといくのがまだ自然に自分のものにはなってない。はい、まだなかなか意識しないとできないような、はい、難しいですね。それちょっと習得していきたいですね。はい、でなんかそうなんだってじゃなくてそうなんだよって言えるようなそういう風になりたいですね。はい、頑張ってください。はいはい、さて走塁の話ということで、はい、最近ルール解説というのが、はい、ルールの改正という話題が出てきておりまして、はい、そうですね、前回もね、前回もあって一つだけ、はい、ブロックの話しました。はい、でいろいろ変わる点があるってことで、はい、青村さん解説をまだ続きがあるという話をおっしゃってましたね、先日。そうですね、野球のルールは毎年ちょっとずつ変わっていくんですけど、今年はとにかく今一番大きな話題になっているのは、ホームの、衝突プレーを、まあ、なくしていこうという話ですね。でこれは前回もちょっと触れたんですけれども、どうですか、そのホームの衝突プレーについてはなんか話してますか今。そうですね、あまりこう他のキャッチャーの選手と話したりとかあんまりないですけど、はいはい、やっぱりこうブロックをすることが結構もうボールが来たらこう体の動きがもう結構染みついてるので、それがやっぱりなかなか本当に試合になると難しいなっていうのがありますね。そうですね、多分やっぱりもう本当に自然にそういう動きをすると思うんですよ。で実際に僕もまあ、もう何試合か今年始まってから実際のゲームをやる中で今まで以上にキャッチャーを注目して見てるんですけど、まあ、間違いなくもうベースをいかに塞ぐかっていうことを考えてきたんですね。で本塁に関してはやっぱりそのベースを足や体で塞いでもよほどのことがない限り走塁妨害ではないっていう文化で、これは何十年続いてきたのか分かんないんですけど、野球の歴史が、ね、150、60年しかない中で、まあ、今の形になってからも100年ぐらいしか経ってないわけですよ。でその中でその2塁とか3塁とかではやらないような動きを本塁だけはして、何とかこの得点を防ぐっていうことがやっぱり認められてきたんですよね、今までずっと。だからこのホームではキャッチャーは体を張って守るし、でそれを何とかもうどうしようもない時にはランナーもタックルしてこのボールを何とか落とさないかなみたいな、そういうところがあったんですけど、やっぱり怪我をするじゃないですか。そうだからで、やっぱりぶつかられたら嫌でしょ。嫌ですね。でね、別に女の子だからとかいうことじゃなくて、やっぱり体を張って、ね、守らなくて二塁や三塁と同じようにこう、はい、ね、グローブだけで行きたいじゃないですか。で、まあ、一応それをしましょうっていうことですね。で今プロ野球で話題になっているので、まあ、実際にこれから試合が始まって
実際の例が出てきてですね、まあ、いろいろとまたそこでみんなの中で意識が浸透していくんだと思うんですけど、とにかく一つだけ、まあ、この番組を見てもらっている方に、まあ、前回も言ったんですけど、キャッチャーはホームベースの前ですね、前で待つっていう、もうこれだけです。二塁や三塁はベースをまたいでその待ってね、でそれで、まあ、ベースにやってくる選手に対してグラブでタッグするんですけど、でもその二塁や三塁はそのベースに高さがあるから、そのここでね手前で止まるっていうことがあるけど、やっぱり本塁はその駆け抜けるっていうか滑り越してしまう塁なので、そのまたいだりしているとその逆に危ないですから、もうとにかくベースを外れたところでベースのホームベースの前に立ってボールを受けて、それをこうタッグしに行くっていう形しかないんだっていうね。でそうであれば塁線は空いてるわけだから、ランナーもまっすぐ走っていって、ただスライディングを手や足からすればいいので、その決してそれをわざとキャッチャーにタックルするっていうことは、うん、はい、もうこう逆に必要がなくなるので、それをもうとにかくみんなで守って、もうプロ野球もアマチュア野球も関係なく、ぶつかり合ってね、怪我をするような野球をしないようにしてもらいたいなと思います。で前回はちょっと時間がなかったのでそのお伝えそびれたんですけど、今新しく野球のルールが加わって、まあ、その衝突のことを英語でコリジョンっていうので、そのまあコリジョンルールっていうふうに言われてますけど、新しく加わってるコリジョンルールも、これまで2013年からアマチュア野球で運用されてきたアマチュアナイキも、どちらも、ランナーがタックルすることに関してはもうこれは危険な行為なので、すぐタイムでその選手はアウトになって、でランナーは元の塁に戻されます。でも、プロではコリジョン、キャッチャーがブロックをしてコリジョンが発生した場合には基本的にインプレーです。でこれはルールにそう書いてあるので、もしそのコリジョンが発生してキャッチャーが悪いということになったらセーフですけど、これはインプレーです。でもアマチュア内規には、キャッチャーがブロックをするのは悪いことであって、厳格にオブストラクション、走塁妨害を適用すべきであるというふうに書いてあるので、プロ野球とアマチュア野球では実際のその処置の見た目が違ってくることがあるかもしれませんが、まあ、それは実際やってる選手にとっては些細なことなので、もうとにかくぶつかり合いをねしないということをしてもらいたいかなと思います。あとはね、ルール変わったところで言うと、まあ、これも細かいことなんですけど、キャッチャーがこれまで守備をするときにはヘルメットをかぶらなきゃいけないっていうふうにルールに書いてあったんですよ。でもルールが変わって、キャッチャーが投球を受けるときは、ヘルメットとマスク、フェイスマスクをつけなければいけないっていうふうに変わりました。っていうことはどういうことか分かりますか、キャッチャーの人。どういうこと、はい、あれですか、練習球の時もつける。そうです、守備中インプレーの時だけではなくて、はい、練習中、そのイニング間の投球練習の時もブルペンでの投球練習も全て受けるっていうことが、そのプロ野球のルールブックであるその公認野球規則に書かれたわけです、うん、だから、まあ、これもちょっとごめんなさい、実際の、シーズンが始まらないとわからないんですけど、これからはそのもう何もつけてない人が投球練習受けに来るっていうことがなくなるはずです。でまあ、アマチュア野球ではね、特に少年野球のレベルでは特にそうですけど、もうフル装備でやりなさいとかっていう決まりがあったりしますけど、それが徹底されていくことになるので、より安全に配慮した形になります。あとはアマチュア野球ではまだ採用されないんですけど、今年猶予期間なんですが、まあ、昨年メジャーで採用されて話題になったバッターボックスルールっていうね、もう緑にバッターボックスを外さないっていう、その、空振りしたとか理由がないときはバッターボックス外さないっていう、そのスピードアップのルールができたりしてます。はい、そんなようなルールがいろいろ変わっているので、またねシーズンが始まってもし質問とかあればですね、この番組にメール等いただければお答えしていきますので、ぜひお寄せください。はい、2月の第5週の月曜日、はい、あと1分切った状態でございます。野球ラジオ from CM でございます、はいはい、次回は3月7日第1月曜日午後9時からでございます、はい、この3人と誰かが来るかもしれない。お、誰か来るんですか。かもしれない。じゃあ楽しみにしていきましょうね。楽しみにしたいと思いますね。はい、はい。でまた来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、久々によく考えたらスタジオ3人だけですね。そうですね。はい。でもあっという間の、はい、50分間でございます。はい。野球ラジオ from CM
2月の第5週もご視聴いただきましてありがとうございました。また来週。また来週。